で24時間マラソン、前代未聞、複数走者リレーが急浮上。歴代20人と3組のランナーが汗と涙を流してきたが、次は誰がその重責を担うのか。日本テレビが系列局と共に総力を挙げて取り組む、夏恒例の24時間テレビ。今年は選考が難航し、チャリティーランナーを事前に公表しないどころか、走る本人にも本番当日まで知らせないことを宣言する事態となり、世間の関心を集めている。3日も、有力視されるブルゾンチエミ、27、が、日テレ系の情報番組に出演し、ちょっとずつやり始めています。と、告白したことが、すぐさまネットニュースで取り上げられた。同じく本命視されている、リューチェル、21、に至っては、イベントで、練習してない。と、トレーニングを否定しただけで大きく報じられるなど、それはもう絶大な宣伝効果が、生まれている。候補者は、当日武道館にいる人、走る理由がある人、というアバウトなヒントが、明かされているのみ。総合司会や、各、パーソナリティだけでなく、募金に来た、歌いに来たという、ちょい出演者も該当するわけだ。ちなみに、これまで名が上がったのは、前室の、二人のほか、同局の三浦あさみアナ、30、手越優也、29、安全漫才のみやぞん、32、アンジャッシュの渡部健、44、歌舞伎俳優の市川海老蔵、39、ベッキー、33、あたり。テレビ的にも美味しい。だが、ここに来て有力視されているのは、なんと、誰か一人ではなく複数。いわばリレー形式、とは、サルニッテレ関係者だ。こう続ける。練習メニューは例年、伴走する坂本トレーナーが、個人の体力や筋肉のつき方、腕の振り方などを考慮して組み立てている。一つとして同じものはない、特別メニューをこなすことで、短期間でも走れる体作りをするわけですが、それでも、さすがに当日に100キロ走れ、というのは無茶な話。ただ、中距離となれば、話は別です。仮に計100キロを、5人で走るとすれば単純計算で20キロずつ担当すればいい。ハードルはぐんと下がります。しかも、リレー形式にすれば皆の練習が、無駄にならず、本番当日も次は、誰が走るのかと視聴者の注目を集め続けられる。さらに言えば、普段から体を動かしていたり、素地がある人だったら、特別な練習をしていなくても数キロ程度なら走れるはず。とすると、予定外の、飛び入り参加もあり得る。テレビ的に言えば、実に美味しい展開なのです。リレーなら全員、余裕しゃくしゃくで完走確実。しかし、これで感動しろと言われてもねー。